容赦しないわよ。どこだ、ここ。もらった、マグナレイ、マグナレイ、ドン、まだよ、マグナレイ、やっと決めてやる、ドン、ドン、やれ、どこだ、うっ、ドン、やっと当たれ、行ってく、昇竜と。これは価値があると思うわ。やるしかない。マグナレイ。はい。次。う。はい。終わりよ。ふ。マグナレイ。行け。どういう。う。もらった。マグナレイ。ここもらった。ギエンジン、くらえ、あたれ、終わりよ、くらえ、自由の必要、全力でいけそうだ、昇竜と見えた、ドン、上げろ、終わりよ、どこだ、あたれ、勝てたか。おほ、さっさと片付けましょう。行くわよ。もらった。囲まれたか。自由の必要。ファーストインド。マグナレイ。やっと。うっ。終わりよ。うっ。終わりよ。ここ。さらに撃つ。マグナレイ。さらに打ち込む、マグナレイ、さらに打ち込む、行くわよ、ドン、見えた、さらに打ち込む、片付いたわね、行きましょう。ああ問題ない。総攻兵の襲撃を受けたんだわ。あんた、でっかめか。ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった。そこの茂みに。しっかりしろ。シオ、ジオ。もう死んでるわ。くそ、まただ。虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて。
そこの茂みと言ったわね。これは鍋？なんでこんなものが。せめて何か一つだけでも回収されまいとしたんだ。自分は助からないの。誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でもそれがどんな意味を持つかは受け取った者次第よ。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意志は必ず届ける。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。これがレナと戦うってことか。怖くなった。小前さん、けど奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。早く休みなさい。俺の勝手だろ。疲労で足を引っ張られるなんてごめんよ。覚えておくよ。至る所ズーグルだらけでうんざりするわね。元はといえばあんたたちが連れてきたんじゃないか。わざわざレナから。ただのレナの生き物ではないわ。みんな目的に応じて何かしら調整された存在だから。それにダナの生き物を元に作られたズーグルだっているそうよ。ダナの？人間だけでなく他の生き物にまで手を出しているのか。怒るのは勝手だけど私たちには目的があったはずよ。協力するの？しないの？するさ。すればいいんだろう。そろそろ休みましょう。先を急ぐわよ。やるしかない。マグナレイ撃つ。マグナレイ、まだよ。やっと。マグナレイ、行くわよ。終わりだ。さらに撃ち込む。そこ終わりよ。マグナレイ、終わりだ。さらに撃ち込む。マグナレイ、終わりだ。行くわよ。終わりよ。撃つ。どう。投げ払う。イエンジン投げ払う。もう一発。マグナレイ、そこだ。そこだ。進むわよ。
困っている人はいないか。何にでも首を突っ込まない。どうなんだ。あ、戻ったか。大変だったらしいな。悔しいが、俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合えるやつは多くない。俺たちにできるのは犠牲になったやつを忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は。何かと思えばレナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だが、どこも光目どもの警備が厳しくて迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にファガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ、俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。遺跡ね。行くわよ。本当に行くのか。行くのよ。なあ、シオンの武器はどこから来るんだ。どこからってどういう意味。戦いになるとどこからともなく現れるじゃないか。ただの転送技術よ。普段は虚空に沈めてあって必要な時に呼び出すの。わかった。わからないけど、すごいな。え、だっておかげで重い武器を持ち運ばなくていいし、敵に奪われる心配もないんだろ。すごい発明じゃないか。あなたダナでしょ。敵の技術を褒めるの変か。技術は技術だろ。敵も味方もない。それはそうだけど。
たかが服のために俺は。ここにもズーグルの群れか。ちょっと、待って。あなたの剣と力なら最低のズーグルを叩き捨てられるでしょ。やるだけやってみるさ。もう一発やっと風よ、うん、終わりよ。やらせない、はい、終わり。飛んでいるやつか。私の番ね。撃ち落としてあげるわ。マグナレイ、いけるわ。どこな、どこだ。になるのはごめんだわ。こいつは俺が。マグナレイ、うっ、終わりよ。やれるぞ。そこな、うっ、これは価値があると思うわ。まったく見通しが悪いわね。さあ行くぞ。うっ、どう、相手には困る。外さないわ。火の精霊術よ、ファーストライク、行け。昇竜さん、マグナレイ、どこだ、どこだ。傷を治すわ。ファーストエイド、火の精霊術よ、バーンストライク、行くわよ。片付いたわね。行きましょう。ああ問題ない。何かしら。あれがファガン遺跡か。なんで遺跡になってるんだ。さあ私だってあの遺跡は存在自体知らなかったし、それに肝心なのはあそこで服が見つかるかどうかよ。なんでそこまで服にこだわるんだ。しないわよ。マグナレイ、昇竜さん、行くわよ。もらった、はい、次、
虫にはすべてがお似合いよ。なぎ払う。マグナレイ。空を飛ぶやつか。私なら落とせる。その隙に。わかった。うっ、当てる。マグナレイ。任せてくれ。踏みないやつは。やっと。決めて。どういうと。まだよ。やっと。マグナレイ。決めてやる。水の力。はい。はあ、倒れろ。もっと腕を磨かないと。鋭にはまだ届かないか。ええ、十分すぎるということはないわ。ここまで手こずるなんて。やるしかない。どういうと。見える。来るなら来い。さらに撃ち込む。なくなれ。どういうと。そこ。終わりよ。そこ。マジック戦。なくなれ。なもらった。もう一発。状況が逆転したな。敵はわずか。押し切るわよ。ああ、もう一踏ん張りだ。マグナレイ下げろ。そこもらった。ドクラリ、さあ進むわよ。これぐらいの相手なら問題ないな。問題なさそうだ。飛ぶ相手は任せて。どういう時は火の精霊術よ。やっと。ないわ。いくらでも相手になってやる。もう一発。マグナレイ。うっ。さらに打ち込む。火の精霊術よ。バーンストライク。行くわよ。当てる。見えた。さらに。あと少し。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。行くわよ。もらった。終わりだ。マグナレイ。よし。
隊ジュミナイヤクは見えるさらに撃ち込む。これは俺が火の精霊術よバーやれるわ。やっとジュミナイヤクは小物に時間はかけてられないわ。ああどんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。よしいい感じだ。何かしら。火の精霊術よバーンストライク水の力で強敵は私みたい。もらった水の力でうっまだよ。水の力で火の精霊術よバーンストライク。まだよ。こっちは終わりよ。死に避けはしたが、突破するぞ。火の精霊術よバーンストライク。積めないやつは飛ぶ相手は任せて。俺が水の力でもらった。どこだ火の精霊術。あと少し。この調子で決めるぞ。言われなくても分かってるわよ。力の差も測れなかったのね。これぐらいの相手なら問題ないな。ここにもフクロウが。意外といるもんだな。
ちなさい。バーンストライク。マジ。させよ。うっ。下げろ。もう一発。はい。ルナレイ。いじった。水の力で。ヘルト。くらえ。たたき攻め。行くわよ。はい。もう一発。はあ。マグナレイ。下げろ。なんとかなったな。ファガン遺跡というのはあれかしら。あの下まであと少し。そういえばしばらく食べてなかったな。気にしないでくれ。腹すかせたまま働くのは慣れてる。いいこと。食べられる時に食べなさい。いざという時に役に立たないでは困るわ。まさかレナ人に食べることの大事さを説教されるとは思わなかった。レナだって食べ物が手に入らないことくらいあるわ。それってどういう。どうするの。食べるの。食べないの。食べるものがあるならとっくに食べてる。私は少しばかり手持ちがあるわ。持ってたのかよ。だけど二人分には心もとないな。だから作るのよ料理を。料理まともにしたことないぞ。私だって似たようなものよ。でもこれでできるものを作るしかないわ。なんだジロジロ見て。その服機能によりすぎててもう少し見栄えが欲しいわね。見栄え？それが何の役に立つんだ。そうだったわね。青の差し色はいいと思うんだけど。そういうものか。腹はちゃんと満たせるはずよ。本当にその仮面越しに食べるのね。器用なもんだわ。ん？ああ、まあ慣れたもんさ。けどおかげさんでちゃんと腹も膨れた。材料そのまま食べるより傘が増えた気もするし、料理するってのもバカにしたもんじゃないな。これで味も良ければ言うことなしだ。まずくて悪かったわね。いやそういう意味じゃないんだ。ただその作ってくれたのに悪かった。だいたいあなた痛みは感じないのに味はわかるの。一応人並みにな。人に言わせると少々変わってるらしいが。変わってる？好みの話？前に俺がうまいと言った木の実を辛くて食えたもんじゃないって言われたんだ。痛みがない分刺激に飢えてるんじゃないかって毒が言ってたっけな。食事はなるべく私が作った方が良さそうね。お口には合わないでしょうけど。だから悪かったって。分かったよ。俺もちゃんと普通の味を目指すからそれで勘弁してくれ。
よし、行こうか。